さて今回はゴッツ新作リガチャ思想という動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回ですね、こちらにあります、ここにゴッツって書いてるんですけど、わかりますかね。このゴッツの新作リガチャ、これまだホームページちゃんと載ってないかもしれないんですけど、ちょっと拭く機会がありますので今回拭いてみたいと思います。ゴッツのリガチャの汎用性があるやつになりますね。ゴッツのリガチャ、まあちょっとあんま僕も詳しくないんですけども、ゴッツのマウスピースに特化したみたいなやつが多かったような気がするんですけど、これは一応汎用性があってリガチャ単体で売られているものになります。でサイズはですね、おそらくメイヤー用になります。お店のスタッフの方聞いたんですけど、ちょっと情報がなかったんで、お分かり次第ですね、またねこの辺に出そうと思いますけど、地金がグラスでメッキは GP ということですね。値段がですね、結構値段してます。 29,700円税込みということで、まあ、早速拭きたいと思いますけど、その前にですね、まあ、久々にちょっとねこのバリのハイブリッド、引っ張り出してきまして、リガチャはですねブルズアイの送銀のやつですね、受注生産の分ですけど、これでまず拭いてみたいと思います。変わらずパワフルな感じ。では早速変えます。1個目ですね、ゴッツのリガチャをねつけます。こんな感じでね、下から締めるような感じで、まあ、ここ爪がね4箇所ありまして、こうあのネジを締めていてギューって、ここの爪でリードをこう押さえるようなあの形状ですね。言ったらオットリンク的なリードの押さえ方になってます。で周りはこんな感じで、横がねちょっと隙間が空いてたりしますけどっていう感じですね。まあこれはね、ある程度そのマウスピースの許容範囲があるっていうことやと思いますね。じゃあちょっと拭いてみます。全く初めてね、ドキドキしますけど。めっちゃいいっすね。なんやろ、音がすごい抜ける。僕のこのリガチャ全部銀ですよ。これ総銀で3万以上したんですけど、これよりなんか吹きやすいかな。いいですねこれ。上から下まですごくいいですね。まあ上の抜けは正直ブルズアイの銀の方がいいかもしれないですけど、でもあの十分使えますね。このサブトーンの感じが非常にいいですね。 GP なんで素直にやっぱ音がポーンって飛んでいくような感じですね。かといって思ったよりそんなキンキラキンの明るい音でもないかなっていう感じですかね。じゃあ同じゴッツのリガちゃん A っていうやつで、 A っていうのはアルトサックスの意味なんですかね、ちょっと全然わかんないんですけど、2つ目ですね、個体による差をねちょっとこう比べてみたいなと思いますけど、じゃあつけてみました。同じような感じになってます。ゴッツさんって結構スッキリしたデザインのストラップとかあったりしますけど、あのそういうなんかコンセプトがこれにもあるのかもしれませんね。じゃあ拭いてみたいと思います。こっちの方が吹きやすいかもしれないですね。
も抜きがいいんかな。もう一回1個目吹いてみますね。まあどっちのねリガチャもとてもいい感じじゃないですかね。もう1個の方つけました。2個目の個体の方がいいですね。2個目の個体でもう1回吹いてみます。あ、こっちの方がいいですね。2個目の個体の方がいいです。かなりいい感じですね。ということでバラバラと吹いてきましたけど、今回はですねゴッツの新作リガチャってことで、はい、2つ吹く機会がありましたので吹いてみました。 GPC 上げてメインヤー用になると思います。で、汎用性があるモデルということなので徐々に店舗にも並んでるかと思います。結構ね高級な部類になりますけど、興味ある方はぜひ吹いてみてください。すごくねなんかストレスレスで気持ちよく吹けるかなと思います。音抜けかなりいいっす。この音の厚み、これはなかなか出ない厚みですよ。こんだけ分厚い音ってなかなか出ないかなと思うんで、かなりいいんじゃないですかね。まあジャズポップス系に、まあすごいいいと思います。ということで皆さん何らか参考になれば幸いです。こんな風にですね、またいろんなマウスピースとかですね、まあ、楽器とか、リガチャーとかいろいろ吹いていきたいと思いますので、また楽しみにしておいてください。あと、このチャンネルの動画が役に立っているという方はですね、ぜひ応援の方よろしくお願いします。スーパーサンクスとチャンネルメンバーシップやっております。チャンネルメンバーシップは楽譜取り放題コースというのをやっておりまして、いろんなリクエストもね、受け付けながらやっております。ちょっとしたリフとかね、ソロ的なものがあって、まあちょっと楽譜探しも見当たらないとかいう場合は、そういうのを僕の方で財布したりとかね、そういうのもやっております。またご興味あればですね、内容の方が概要欄の方にありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。Thank you.